藤さんが2年間過ごしたロンドンゆかりの地をね一緒に回れたらなと思います。シェラトンホテルも後で行くんじゃないですか。はい、行きましょうか。ロンドンに来て一番初めに働いたケーキ屋さん、ケーキ屋さんですね。はい、ドミニク・アンセルっていうケーキ屋さん、これ東京日本にも支店があります。シェフはフランス人で、でも本店はニューヨークにあります。あ、本店ニューヨークなんですか。働いてたのも1年くらい、1年半前なので、多分知ってる人もいないですね。もういないですか、ほとんど。ケーキどんなの見てますか。これはでも、僕が働いてた時はなかったんです。なかったのよ。ただこれはずっとありました。人気のチョコレートですよね。そうですね、ミニミケーキっていう名前です。そう、チョコレートムースとアイラチョコレートのスポンジですね。で、上がメレンゲです。こんな感じ。めっちゃうまいだね。美味しいよね、これね。これ美味しい。あ、これうまいわ。イギリスのケーキってものすごくスポンジスポンジしてるんですよね。けどこのケーキはもっとね、チョコレートなんかもっと日本っぽい。日本のケーキのようですもんね。日本のケーキみたいな甘さがね、美味しい。日本人向けのケーキかもしれない。美味しいですよ。美味しい。なんかこんな感じね、ふわふわなんですよ。それでこの店のもう看板メニュー。そうですね、はい、ここ来たらこれお土産で持って帰るみたいな。そうです、そうです、はい、どうですか、イコさん、このケーキ屋さん。ロンドンで3本の指に入りますよ。Okay, それじゃあ今からね、イコさんのゆかりの地のシェラトンホテル。All right, Sheraton Hotel. Let's go. Let's go. ここですね、シェラトン。これか。これがシェラトンホテル。ここのカフェ、ホテルに併設されてるカフェなんですけど。そう。Hi, I'm a friend of him, so. You want some coffee? Ah, you can have the coffee, please. What would you like?I just put Americano, please. Which one? Americano. Americano. Black with milk? Black one. So you don't like, yeah? Yes. Cheers. She knows what I want. Ah, okay. That's great. So here, they got some pastries right here. Croissant. And like something. Oh, no. Thank you. Look at this beautiful cappuccino right here. Cappuccino, like normal cappuccino. Do you know how to say thank you in Russian? Спасибо. 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 Yeah. Yeah, she taught me some Russian words. Yeah. Yeah. Not too many because we. Yeah. Yeah. And I taught her some Japanese words as well, so she knows some Japanese words. Not too many. Arigato. 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 So he often comes here. Yeah. He's most of the downstairs because he's working. Was working in the morning. Yeah. In the morning. Downstairs in the kitchen. Yeah. Yeah. I took it to my staff and sometimes came. Yes.Yeah. Alright, so this is your Americano. You want to try it? Americano. Go ahead. Americano, coffee, ですね. Press is small. Yes. The winter is very cold in Russia. Yeah, very cold. But this weather now in London is just better. Well, better. Like in Russia, yes? And now it should be busy, yeah? Downstairs, kitchen. Yeah, because we have...Friday, can come, no? Yeah, Friday. Yeah, yeah, probably, yeah. Mm-hmm. Shall I come on Friday?
because my flight is at 11:30 a.m. Mm-hmm. from Gatwick Airport. So Friday is basically my last day here. It's great. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Спасибо. Спасибо. Arigato. Arigato. Yeah, see you next time. See you next time. Yeah. All the best. Thank you. 来ましたよ。向こうさんが働いていたというシェラトンホテルに。All right, this is the hotel I used to work. Uh-huh. I was working here for 1.5 years. 1.5 years. Okay, let's get in. You go first, I'm going to follow you. まあ、とりあえずあの今日ね、伊藤さんのゆかりの地を2人で回ってきたんですけども、そうですね、僕の働いてる場所 ね、まあ、ものすごくねプライベートな、ね、個人的なね、何ですかね、物語みたいな感じですけどね、いろんなドラマがありますもんね。なんか言ってましたね、前あのシェラトンホテルって働いてる時にこういろんな問題が壁にぶち当たったみたいな話も聞いてた。そうですね、もうでもこれはほんまにどこで働いててもそうやと思いますけどね、あのいいことばっかりじゃないですよね、うん、でやっぱり揉めるっていうか、まあ喧嘩じゃないですけど、うん、意見の食い違いっていうんですか、なるほど、そういうのどこを働いてもあると思うんですよ、うん、でやっぱりそこで自分の意見どんだけ言えるか、うんうん、それが一番重要だと思いますね、自分の意見を、うん、まあ、実際にこう俺はこう思うだから間違ってないみたいな、そう、もう変に自信持っていいと思うんですよ変に自信持っていいと、なんか一回もありましたよ、なんか僕より上のあのポジションの人、ポジションの人、あんまり具体的に覚えてないんですけど、なんか言われたんですよ、うんうん、これは何や、これは違うみたいな、うんうん、でも実際その現場で僕の方が知ってたんですよ、なんかほんでその、まあ、彼女は、うん、ボスは新しく入ってきて、うん、そうだ僕の方が知ってたし、でそれは僕は間違ってない分かってたんで、うん、いやこれは僕が正しいって言ったんですけど、上のポジションのボスにですよね、はい、うん、いやでもそこでまあねプライドもあるから、うん、向こうがいやそう私がここは私が今ボスよと、でも僕は間違ってないの分かってるから、うん、いや違う、まあそういうのもありましたよね、まあ、まあ、そこで、はい、そこで折れたらあかんと思うんですよ、うん、自分は間違ってないと思ったので自分の意見、あの突き通さんとそこで折れたら舐められますからね、はい、やっぱり舐められちゃいます、ね、自分の意見最後まで突き通した方がそれはいいと思いますね、やっぱり言うたからこそ、そのねボスであれ立場上、うん、ね、言わなきゃ立場の人でもはっきりこれ俺は違うと思う、そう、あなたの方が間違ってるって言ったからこそ、うん、向こうも最後の最後には理解してくれたっていうことなんですね、でなんかその日からなんかちょっと態度変わった気はしましたけど、マジですか、僕に言ったらまた言われるかもしれないみたいなあったかもしれないですね。ちょっと怖いかもしれないですよね。だから、うん、自分の意見、うん、正しいと思うことは言った方がいいし、うん、意見何かあれば言うってことは大事ですよね。うん、そうですよ。日本じゃね、あんまり自分の意見言うのは、そう、でもそれは文化的な違いもあるので、言いにくいっていうのもありますよね。言いにくくなります、本当に。だから、いい意味でも悪い意味でも、言いやすいですよね、海外は。うんうん、言えるっていうことは、まずその前に自分があるからこそ言える。そうですね。自分の意見もちゃんと持っとかんと。持っとかんと。流されんと、うん。それも大事ですよね。じゃないと、さっきも言ったけど、舐められますから、ね、うん。自分の意見持ってる人は、なんか、どうですか？でちゃんと、ノーかイエスってはっきり言える人は、向こうも理解しやすいですよね。そうですね。まあ、そうしたら、逆に向こうからも自分に聞いてこられやすくなりますよね。あ、そうですよね。あの、どう思うって。自分の意見を言った方がいいと思いますよね。特に海外だったら。海外はね。ワーキングホリデーに行きたい人はおそらくね怖いと思うんですよね。だからこう向こうさんがもしねそういう人たちに何かアドバイスあれば。最初ですよね。一番大事なの。最初。行ってしまったらもう楽しくなりますよ。現地で友達もできるし。で英語圏ねもし行くんやったら自分次第でどんどん英語も伸ばすことできますから。で知らんこと毎日見て聞いていろんなこと知れますよね、うんうん、だからまあ勇気持って、そうだから最初だけだと思います。最初の勇気だけ、最初が不安ってこう、うん、怖いなってやってしまうともうそのまま2年間行ってしまいかねないっていうことですか、ね、最初僕も思ってましたね、誰も知らんし知らん土地やし、うん、でもまあ行ってみようかなと思って、うん、で行ってみたら楽しいですよ、ね、新しい友達できて
まあ、なんだかんだ言うて、いざとなったら日本人いますからね。いますそうそう、ね、でこういうふうにね、ヨシさんとも素晴らしい出会いできましたから、そうそう、絶対どこ行っても出会いはありますからね、うん、素晴らしい出会いは。そうですね、だから最初ですね、最初の勇気、そこやと思いますね。最初の勇気どう思いますか、ヨシさん。そうでしょう、もちろん最初の勇気っていうか、その最初って別にその降り立っただけじゃなくて、自分がもっと私が変わろうとした瞬間のその次の一歩目が勇気だと思うんですよね。こっち来て始めるなってなってしまっても、1ヶ月後にいや私このままじゃダメってなって、よし私一歩踏み出すぞっていう、その一歩踏み出す勇気ですよね、どのタイミング で、 でできるのであれば、来た瞬間から、まあ、来る前から一歩踏み出したつもりでいるっていうことだと僕は思うんですけどね。ほんまにその通りですよ。ありがとうございます。吉さんチームもワーホリですから。僕もワーホリですからね。一緒ですからね、うん、調子乗ってますけど。いや 僕の方が調子乗ってますから、ね、一緒ですから、ね、お互いひげ生やし調子乗ってますけど、ほんまね未来なんて誰もわからないですから、ね、そうですね。何かに新しいことに挑戦したら、その分学ぶこと絶対ありますからね。でそれ自分のものにできたら素晴らしいことだと思いますよ、うん、でワーホリはそれできる可能性があると思うので、うんうん、そうだから最初の勇気だと思いますね。最初の勇気、もし、うん、そう、じゃあね、あの生駒さんがね、あと5日後ぐらいですかね。そうですね、まあ、1週間以内にもう日本に帰るっていうことなんですよ。だから空港で僕ね、あの行ってバイバイしようかなと思って。ありがとうございます、わざわざ空港まで、ね、こうやっぱりね、一つのね、まあ生駒さんっていう人間のね、まず一人で一歩踏み出した男の日本男児の物語の一章が今終わる瞬間じゃないですか。いいこと言うとね。そんな大差もちゃいますけどね。いやいやいや、そんなことないですよ。こうちゃんとアメリカ行って、その一生は終わって、ね、カナダ行って、オーストラリア行って、今ロンドン、イギリスロンドン来て、でまたその一生が終わると、ね、でも、まあ、もう一回日本帰ってまた新たな旅が始まると、ね、でもそのね、こうやってメモリーとしてこう動画に残すことで伊藤さんのためにもなると思います。そうですね、でこの一生を見届けることによって、あ、私もあんな人みたいに、伊藤さんみたいに私だけの一生を書き始めたいと、また新たな一生を書き始めたいみたいな気持ちになってくれればいいかなと思います、ね、なってくれて嬉しいですね、うん、でも今回ありがとうございました。いや本当はありがとうございます、ね、じゃあまた空港であの泣いてくださいね、絵になるなるほどね、なるほどね、映えを考えないといけないですねあロンドンみたいなじゃあまあ、じゃあ次は空港ですね。空港でお会いしましょう。Hi, so what's going on, man? Thank you for coming. No worry. That's a loads of luggage. めちゃくちゃ重いですわ。お疲れです。バスですよね。バスですわ。何時間ぐらい？1時間ぐらいですね。ビクトリアから1時間ぐらい。では、伊藤さん。あと1時間半後ぐらいで。中国行ってきます。一回中国の上海経由ですよね。で、大阪に戻ります。関空戻って、そう15時間後にはもう大阪ですね。大阪行って、yeah, thank you. 最後の朝食食べましたね。最後の朝食良かったです。まあ、yeah. フランス料理系食べてましたけど、伊藤さんはイギリス料理食べへんねんまあまた来るってことでしょ。そういうことですね。また来るです。はい、昨日もね最後料理何食べようかなと思って結局和食食べましたね。あ、和食食べてたんですね。イギリス料理じゃなくて明日食べれんのに。じゃあまず日本帰って何したいですか。もう関空着いたまずうどん食べますね。あ、うどん、うどん食べます。あ、じゃあ地元のローカルのうどん。もう日本のうどん、まあ、僕で言うと天下一品みたいなもんですよね。食が楽しみですね。なるほどね。ヨシさんチームわざわざ来ていただいてありがとうございました。いやいや、僕もちょっとこう落としましょうか。はあ、いやいや、ありがとうございます。こちらこそ。まあもう行っちゃいますけど、
いい旅を。ありがとうございました。どんどん、どんどんありがとう。さよなら、はい、じゃあ、よしさん TV。 はいはい、まあ、ありがとうございました。いや、本当ありがとうございました。本当もうまだ次ドイツで会いましょう。まだドイツでベルリンね、旅行行けたらいいかな。ちょっと楽しみます。はい、美味しいもの食べて、はい、よしさん TV は元気で頑張ります。さようならとは言いませんね。Thank you very much. 今日ほんま来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。